女子軽量級1回戦 A コート第41試合赤ゼッケン2番上村ひな新極新会大阪北支部白ゼッケン3番神奈志乃精神会
試合、白5対0の判定をもちまして、白ゼッケン17番加藤恵美選手の優勝勝ちとなります。女子軽量級2回戦 A コート第75試合、赤ゼッケン1番宮里美奈精神科医、白ゼッケン2番上村ひな新極神科医、大阪北支部正面試合3対0の判定をもちまして、赤ゼッケン1番宮里美奈選手の優勢勝ちです。赤ゼッケン4番谷口飛鳥新極神科医東京ベイ港支部、白ゼッケン5番阿部杏奈宿徳巣鴨空手道部、Thank you.
反対取ります。反対後ろ1、2、3、後ろ、正面、ただいまの試合3対0の判定をもちまして白ゼッケン5番阿部安奈選手の優勢勝ちとなります。赤ゼッケン6番庄内美希新極新会愛知山本道場、白ゼッケン7番玉木舞子新極新会兵庫中央支部、延長戦に入ります。
合で5対0の判定をもちまして、赤、ゼッケン6番、庄口美希選手の優勢勝ちです。赤、ゼッケン8番、松戸千秋、不審会。白、ゼッケン9番、大場桃花、無限有心会。ゼッケン8番、松戸千秋選手の欠場のため、ゼッケン9番、大場桃花選手の不戦勝となります。